持ちを。君と一緒にいたい。どちらに向かわれますか？君と一緒なら緊張も和らぐな。さあ、行きましょう。ちょっと、空気読んでよね。おばけ。なんだ。はっ。下がっていて。すごいです。私も頑張ります。ちょっと危なかった。お次の相手はどちらですか。なんだあれ。お化けなんか怖くありません。はっ。このアイス、右から左まで全部ちょうだい。下がっていて。すごい。一緒に寝よう。頭脳労働専門なのにね。お化けなんか怖くありません。下がっていて。なんだあれ。えい。あなたの平気だよ。カフカも。お化けなんか。なんだ下がって。えい。はっ。もう。素晴らしい結果じゃないか。僕も本気を見せる。ポカポカするね。やたりのものなぁ。お化けの下がってくる。君の願いを全部叶えてあげる。大丈夫。僕なんかが心配してくれるのか。この一撃なんだあれ。私の力はあなたのため。頭脳労働専門なのにね。早く早く手をつないで。じゃあ行こう。どうしたんだよ。腹でも減ったのか。もっと
大丈夫。少々お待ちください、そんなに俺の耳が珍しいのか？なんだ？俺に惚れたか？僕がそんなに簡単に隙を見せると思うな。かわいいお洋服ですね。僕のお洋服と色が一緒です。僕に気安く触らないでくれるかな。なんで僕に触れようとする。どっけが抜かれる。あなたを見てると妻を思い出すよ。可愛らしい人だったんだ。少々お待ちください。なあ聞いてくれよ。みんな忙しいって俺のこと相手にしてくれないんだ。僕にできることってなんだろう。不安だな。おっと驚きました。可愛らしいいたずらをするんですね。少々お待ちください。どんな音楽が好きなの？何でも弾いてあげるよ。ちょっと退けられた。本当によかった。僕は足手まといにならなかったから。いつまでも目をそらし続けるわ。あなたのことを楽しませたいです。だから私のために。なんと喜ばしい。やりましたね。ほら、もっと近く。ほらほら、まずは実地で試してみないとね。